はい、こんにちは。今回はマムタロとこちらの、ね、エリア2、こちらの簡単な討伐方法をご紹介します。エリア1の方は、ね、裸装備で簡単に1万以上ダメージ与えられるという方法を紹介したんですけども、今回は、ね、そのエリア2になります。エリア1から、ね、エリア2に切り替わるタイミングまた別の動画で紹介しますので、そちらも参考にしてみてください。でこの、ね、エリア2ちょっと特徴がありまして、これ下はねこうガジャブとかいるんですけど、上何もいないんですよ。で実はこの上ちょっと見てくださいね、これね、これね実はねブレス系以外来ないんですよ。これ見てくださいね、これブレスだけこう飛んでくるんですけど、普通のね普通のコギやってほしいな。向こうのね高台も同じです。ブレスばっかりですけど、高台にねいると攻撃一切来ないです。これちょっとなかなか攻撃してくれないですけど、この状態からねこうタックル系これね一切来ないです。で何がいるかっていうと貫通、これね撃ってるだけ、たったこれだけ。非常にね簡単で、もう一つねこれ今ヘビーボーガン使ってるんですけど、シールドがついてます。こんだけしか食らわない、シールド1、たった1で、弓とかの場合は避けながらチャージステップ入れて、竜の石だとねちょっと隙が大きいんで、通常とかもし弓打つんであれば、奥の高台の方、あっちは段差がね低いんで、こっちは高いんでね、ヘビーボーガンとかをやるんだったらこっちの高台こうねカキーンって言って全然食らないです。ちょっと試しに、ね、向こうの高台行ってみますね。こっちね、こっちも同じ、こっちはねどちらかというとこうタックル系、こういう普通の攻撃系が多いんで、ランスとかねガンランスが結構おすすめですね。こう常に正面で受けてられる、ここら辺でねランスガンランスで常にガードしながら戦えると。もちろん体験とかも結構相性いいです。なのでこの方法で試していただければ非常に簡単に討伐できると思います。はい、以上になります。ご視聴ありがとうございました。もし参考になったらいいねの方とチャンネル登録の方お願いします。